響って。都市伝説だと思っていました。罪人をどこまでも追い詰め、刑を執行する。でも安心して、消化されたその実は美しき花と。へえ、やるじゃない。ウェンディ、ミラさん、やった、さすが。サタンソウル、その中でも最強の魔人ミラジェーン一人。さあ、せっけいよ。紫の舞、なんだ、体が動かない、この髪のせい。でかっ、植物というか、これは召喚系の魔法。植生、美しく状態以上、回復魔法レーゼ、光ってる、治った。嫌な予感がするんですけど。ルーシー、雪の、女系人とかってやつらの中でも浮いてる気が。ハッピーと同レベルとか。でも素敵な名前ね。こんなの魔法なくても勝てるんじゃないの。確かに。何ですか、いきなり。こんな時にやめてくださいよ。始末書って何。わからない。これだけ多彩な魔法を使えるのに、どうして処刑人なんか。私はコスミス、美しき罪人よ。私も処刑人としての義務をきっちり果たしましょう。あれ、あら、もしかして酸っぱいのがお嫌い。この酸っぱさがたまらない。あなたも一つ食べてみて。ユキノ、ルーシー、ユキノ、頑張って。はい、でも、アルカリオさんの、こんな時に、またその話。悪いけど、私は、あんた、何やってんのよ。様の精霊ですか。いや、しかし体の大きな男性はある意味ギリ。ありがとうございます。ごめんなさい、ビスケス、ライブラ、ルーシー。うん、ここに12の鍵が揃った。反撃の時だ。なんだこりゃ、痛くも痒くもねえぞ。胸が痛まぬか。なんだ、それじゃ、行くわよ。参ります。大変、総裁完了。ちょっと、覚えされちゃうよ。開け、処女級の扉。ご兄弟なのですか。いや、違うんだけど、説明する気ないわ。おしゃべりはそこまで。敵はお兄ちゃんの攻撃をことごとくかわしてます、姫。何これ、寒すぎ。重力変化を相対。ルシー、さあ眠れ、悪夢の中で永遠に。わずかですが、振動とぶつかり合う魔力を。ガキどもですかな。こんな時は肌と肌を密着させて温まれば。帰れ、私にお任せください。感覚が麻痺して眠くなってきました。
とにかくあいつを何とか攻撃してこの魔法を解かなきゃ。あ、そう。とはいえ寒さで小刻みに震えるルーシーさんも捨てがたし。氷の上を走るとか事故のもとたい。飛び散った氷塊を。了解。敵を中心に重力を変化。フェアリーテイルが首位だって。いやまだ。ルーシー様、あいつが怒ったって言うからなんとなく。疲れてたか。バレてるし。意外と賢いのね。罪人どもはいい気分はしませんね。それじゃあ開け変化球の扉。開け今よ。ドキオサンドバスター。ありがとうスコーピオン。ルーシー様、次の手はロキリ。ビスケスに当たらないようにあいつだけを狙って。もう酸っぱい夢の中かしら。私の数ある処刑儀の中でも。そろそろおめえをぶん殴ってルーシーたちを探しに行かねえとな。貴様の仲間たちはすでに処刑する。全員ぶん殴る。ビスケ大なかなか。お願いします。オッケー。ママ、私はママじゃありません。はい、分かってるわね。おい、分かってるよママ。さすがに魔力の消耗がきついわ。一気に押し切りましょうルーシー様。よし、今度こそ決めちゃってよ。もう精霊は見飽きたたい。地形効果渦潮たい。魚なのに。ルーシー無事なのかい。大丈夫みたい。よくわかんないけど。水、そっか水だ。水があればルーシー。まさか紙吹雪白の舞。白い髪、確か凍らせる効果。本当の苦しみを味わってみて。緑の舞重ねがけ。そう、カリューの魔法カルダ。だったらその前に殴る。よく飛ぶ猫だぜ。ちょっと今散っていったでしょ。すんごい久しぶりに。つうかあれだ。なーに。なんか知ってんのか小娘。今大事な話の最中だ。ちょっと待ってろ。あ、渦潮隊のエネル。私が聞いてあげる。てめえ見せ物じゃねえぞこれ。てか余計なこと言ったらあれだ。だいたいいい湯加減かい。さあこれで水はなくなったい。ガッ、私は寒くなんて可憐じゃない。その見た目で私を惑わすなんて、なんで罪深き罪人。残酷な舞、それが終わるとあなたは骨も残らぬ。確かに貴様は強い。だがこれまでの罪人たちと同じ、やがて名もなく。よし、そんなら国防大臣とやらをとっ捕まえて。話聞いてんのエルフ兄ちゃん。そら、私ね、大会の会場とか仲間が近くにいたりとかね、誰かに見られてると思う。大好物なんだけど。テイクオーバーか。罪処刑人だかなんだか知らないけど、あなたにはどれくらい覚悟があるのかしら。私の仲間がどこに行ったか知りたいんだけど。あなたに消せる闇じゃない。消え。愛のトラウマから脱することはできない。永遠に過去に閉じ込められ無限地獄を味わうが。その背中を押す力だと思うの。何それ、お説教でもしようって。バカもいるくらいだし。え、ああ、そういえばそうだったかな。スレイヤーだ。なっ、スコさん、フェアリーテールを敵に回す覚悟はできてんだろうな。うん、
それがフェアリーテイルだ。出口を教えなきゃ処刑だぞ。悪。